はい、皆さん、こんにちは。テリオンの小ネタのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、本日皆さんにお伝えしたい情報はですね、なんとなんとなんと、任天堂ですね、任天堂スイッチの後継機種がですね、今期中に発表予定と公表されました。また6月のですね、任天堂ダイレクトかな。これではですね、この情報を扱わないことも合わせて発表されました。はい、ということでですね、任天堂さんはですね、企業広報の X、旧Twitter でですね、任天堂スイッチの後継機に関するアナウンスを今期中、これはですね、2025年の3月までに行うと発表することを明かしました。合わせてですね、2024年の6月に行う任天堂ダイレクトでは、スイッチソフトのラインナップの発表のみで、後継機種に関して扱わないことも発表した。これはですね、2025年の3月までに、まあ何かしらの情報が出るということですが、発売日はどれぐらいになるかわかりませんが、おそらく、まあこの次の機種に合わせてですね、別のゲームをね、すでに開発中だと思われますので、おそらくですね、その時に同時にですね、ソフトのね、情報も出るんじゃないかなと思っております。さあ、果たしてどうなるでしょうね。うん。で、まあ、任天堂スイッチといえばですね、まあ、いろんなね、工夫をしてるのがね、特徴でございましてですね、まあ、携帯型でのね、ゲームをですね、ゲーム機を持っていってですね、ゲームができたりだとか、コントローラーが特殊なものがあったりとか、ね、あるいは、フィットネスがね、できちゃったりとかですね、いろんなことができるゲーム機なんですが、いかんせんですね、グラフィックに関してはどうしてもね、劣ってしまうので、スイッチに対応させようということでね、頑張ってたゲームさんはですね、結構ですね、ロード時間が長いとかね、グラフィックがね、ちょっと荒いとかね、いろいろ言われておりましたよね、スイッチはね。だから昨今のゲームに対してはなかなかですね、対応するのが難しいと。特にですね、HD と言われているようなゲームですね、ハイデフィニティ、高解像度のゲームに対してはですね、対応が難しいと言われているね、スイッチさんなんですが、今度のですね、後継機がね、果たしてね、どの路線に持っていくかというね、それが非常にですね、興味深いところですよね。今のみたいな路線で、様々なですね、他の、プレイステーションないようなゲームに対応できるようなですね、そういう、ゲーム、グラフィックはちょっと落とすけど、まあ、そういったいろんなね、持ち運びができるとか、あるいはですね、Wii Fit みたいなことができたりとか、ね、ボクセサイズみたいなことができたりみたいな、そういったようなことを、対応する路線を引き継いでいくのか、あるいはですね、もうゴリゴリにですね、解像度を上げてきてですね、もうゴリゴリにですね、もう他のパソコンでやれるようなゲームみたいなのも、プレイできますよみたいなね、そういったね、スペックにしてくるのかですね、非常にね、私はここをね、任天堂のね、勝負どころだと思っておりますね。先にね、ソニーさんがね、出しちゃったんですね、プレイステーション5をでね。それがですね、かなりのですね、ハイスペックなクオリティで出しちゃったんで、ここでですね、スイッチがね、どう追随してくるかってところ、かなりね、先制パンチね、痛いの浴びせさせられたなっていう感じはしますよね。ソニーさんはもう完全にもうグラフィック推しでやってるんで、もうそれ以外はまあ PSVR とかね、まあそんなので、3D とかもね、頑張ってますけど、まあそっちの路線もやっぱりグラフィックありきんなのね、路線でやってらっしゃいますが、スイッチさんはね、そういったところの方向とはちょっと違う方向で行ったのにもかかわらず、すごくね、全世界で売れたんですよね、そっちの方がね。多分最初はプレイステーションの方が売れてたと思うんですが、スイッチがですね、かなりだからそっちのね、需要があったのか知りませんが、ものすごい世界的に売れましたよね。なんだったっけ、動物の森のね、最新作とかもね、うん、集まりか、集まる動物の森とかもね、ものすごい本数売れたし、やっぱり、とにかく強い、ね、ポケモンね、うん、ああいうのね、グラフィック必要ないから、別にそのね、グラフィックの部分を頑張る必要はなかったんですよね。だからそれ以外の、ハードの付加価値として、やっぱり携帯で持っていけるとかね、そういったことができたんですが、値段ね、高くしてもそういったことができたんですけど、果たして今度の場合はですね、次から出てくる次世代ゲーム機はもうスイッチに対応するっていうのは、今のスイッチレベルだと、おそらく動かないんじゃないかなって、次世代のね、今の本当に高グラフィックなゲームとかはね、
それぐらい多分差が出てきているので、その差をね、どう埋めてくるのか、もしくはもう完全にもう違う路線に行くのかっていうのは非常にですね、勝負どころでね、興味深いところだなと思いますね。はい。で、今回のアナウンスを行われたのは、任天堂の企業広報 IR の X アカウントでございます。社長の古川俊太郎氏の名義で、任天堂スイッチの後継機種となる新ハードの発表時期についてのアナウンスをポストしたそうです。ポスト内で触れられている2015年3月に任天堂スイッチの存在を公表して以来9年ぶりというのは、2015年3月17日に開催された任天堂と DNA の業務、資本提携のこと。当時、本記者会見で、任天堂取締役社長当時の岩田聡氏かな、から全く新しいコンセプトのゲーム専用機プラットフォームとして、開発コード名 NX が開発中であることが発表されたと。まあ、これがスイッチの、あれかな、ことだったのかな。まあ、その後、任天堂スイッチの名称が発表されたのが、2016年の10月20日で、そして2017年の1月の13日に任天堂スイッチプレゼンテーション2017が開催され、ここで発売日と価格、2017年の3月3日に発売したと。29,980 円で税抜きでね、発表されたということらしいですね。なので、公表されてから、2015年に公表されてから、完全に発売まで持っていくのは2年かかってるんで、もしかしたらスイッチも同じ系譜をたどるんだったら、2015年に発表して2017年とかに発表するとかいうことになってし、発売するとかになってしまうのか、そうなってくると、もしかしたらプレイステーションがまた一歩先に進んで、プレイステーション6とかね、あるいは 5α みたいなね、なんかそんなのが出ててもおかしくないよね。どうすんだろうね、このイタチごっこみたいな話になったらね。翌日翌々日となる2017年の1月14日と1月15日には、発表会と同じ東京ビッグサイドで一般ユーザー向けの体験会というのも開催されたそうです。そして、現在、任天堂スイッチの発売からなんと7年経っております。これまでの決算発表の質疑応答で、新ハードについて触れられる場面はあったが、ついに詳細発表へ向けた動きが出たと。いやーでもこの7年間相当任天堂さんは儲けたんじゃないかな。スイッチが発売した当初はちょっとどうかわかんないですが、ね、中盤から後半にかけては相当多分ね、儲かったと思いますね。売れてるゲームランキングみたいなのが発表されるんですが、ほぼ、スイッチのゲームが独占してたんで、かなりやっぱり強かったですね、スイッチはね。スイッチはやっぱそのユーザーの層がさ、ライト層と、あと、お子さんの層が取り込めたっていうのは大きいですよね。大人になってくるとさ、ゲームする時間とかあんまないから、ゲームしたくてもなかなかできないっていうね、人も多いと思うんですよね。あと、自然と卒業していくっていう流れもあるので、そうなってくると、生粋でコアなゲーマーしか残ってないんですね。大人の場合はね、国内だと特に。そうなってくるとですね、ユーザー数が限られてくるので、コアなゲーマーがですね、どちらかというと、やはりそのグラフィックを求めるとかそっち方向に行ってしまうので、そうなってくるとプレイステーションの方にね、だんだん寄っていくんですが、でもそうなってくるとコアなゲーマーって、もう数決まっちゃってるんで、多分、そのハードの数が買い切ってしまったら、もう伸びないんですね、海外に売る以外は。ね。この辺がだからハードの難しいところですよね。ところがスイッチの場合はですね、そのハードのゲーマーもね、やっぱゲーム自体がやっぱ好きなんで、別にそのね、すごいグラフィックのゲームじゃなくても、ゼルダとか出てきたらね、やっぱ欲しいなとかね、思っちゃうんですよね。そういう、目新しいゲームが出てきたりするとね、で、そうするとスイッチのゲームは買うし、やっぱポケモンやりたいとかね、やっぱコアなゲーマーは思うんですよ。だからコアなゲーマーはね、裾野が結構広いんですが、ライトなユーザーはね、コアなユーザーの方のゲームには移行しづらいという特徴がね、あると思ってるんで、だからスイッチの層は広がる可能性はあっても、プレイステーションの層はね、やっぱり広がる可能性はちょっと薄いんですよね。私の勝手な予想ですが。だからスイッチの方にはかなり分があったでしょうね。スマホでやっぱりそのゲームをする人自体の、層が増えてきたっていうのもやっぱありますよね。スマホの普及でゲームがね、やらなかったユーザーが一般ユーザーがもっと増えてきて、そういったユーザーがいきなりコアなゲームにやっぱ挑戦しづらいので、やっぱスイッチに入っていくと。で、かつ、任天堂さんは任天堂の過去のゲームがですね、プレイできるようになってるんですね、スイッチでね。
ファミリーコンピューターとかスーパーファミコンとかのね、そういった、ところにですね、ノスタルジーを感じる世代が、さらにやっぱりスイッチを買うということで、なかなかいい好循環が生まれてたと思うんですよ。それをですね、後継機が継ぐかどうかなんですよね。仕様が全く変わってしまうと、まあ、いわゆるその、互換性がなくなってしまうと、なってしまった場合が、スイッチと後継機ね、発売した時に、後継機ではスイッチのゲームが遊べないのかってなってしまうと、ね、買わないっていうことになるかもしれないので、ここはね、本当にね、任天堂さんの勝負どころだなとね、私は結構注目してますね。この、次世代、スイッチの後継機にね。はい、ということでね、こちらが任天堂さんの情報でございました。さあ、次はですね、結構、シビアな真面目なね、小ネタいきましょう。身寄りなき老後、国が支援制度を検討、生前から死後まで伴走を目指すと。さあ、これはですね、結構コアな情報でございますが、頼れる身寄りのない高齢者が直面する課題を解決しようと、政府が新制度の検討を始めた。今年度行政手続きの代行など、生前のことから、葬儀や納骨といった死後の対応まで、継続的に支援する取り組みを一部の市町村で施行。経費や課題を検証し、全国的な制度化を目指すと。そう、こういうね、動きがね、とうとう出だしたんですよね。高齢化や単身化などを背景に、病院や施設に入る際の保証人やですね、手続き、葬儀や遺品整理など、家族や親族が担ってきた役割を果たす人がいない高齢者が増えてですね、誰が担うかが課題になっていると。多くは公的支援でカバーされておらず、提供する民間事業者は増えているものの、契約にですね、100万円単位の預かり金が必要なことも多く、消費者トラブルも増えていると。本人の死後、契約通りにサービスが提供されたかを誰かが確認する仕組みもないと。まあ、要するにですね、やりますよと。死後のですね、品の整理とかですね、葬儀とかそういったのもね、我々がやるんで安心してくださいと言ってお金を払ったけどですね、誰もね、それを確認する人はいないので、持ち逃げされる可能性も十分にあり得ると。ね、そういうことをまあ考え、やりようによってはできますからね、そういうことはね。で、国立社会保障人口問題研究所の推計では、65歳以上の一人暮らし世帯は、2020年の738万から30年には887万に、そして50年には1084万人へと増えると。今後頼れる人がいない高齢者は、さらに増えるとみられ、厚生労働省は公的支援の仕組みが必要と判断したと。ここをね、なかなかちょっと注目するところですよね。またお金が使われるのかというね、こともね、やっぱりね、言われる部分だと思いますが、さあ、これに対してですね、コメントが入っておりまして、まあ、社会的にね、孤立した高齢者が増加していると、これまで血縁、自縁、社縁に支えてきた高齢者が、無縁社会で老後を送るようなことを政策として取り組む、必要があるとして検討に入ったということだろうと。まあでもね、これ、ね、国が主導でやるって言いますが、この血縁、遅延、遮延のうちの血縁の部分がね、まあ、だいぶそのね、単身になってしまったらなくなってるので、ここは期待できないと。じゃあ、残り期待できるのはどこだっていうと、遅延と遮延ですよね。ここをね、もっと強化することをね、先にやったらどうなんだっていうふうに個人的には思うんですが、まあでもそれだと全員をカバーできないからね。それはできる人がいればできない人もいるわけで、だったら公的にやった方がいいじゃんっていう話になるのはわかるようにわかるんですが、さあ、高齢化のね、進展により、高齢者人口が増大、また大家族から小家族へと家族規模の縮小、さらには単身化が進行、雇用の流動化等によることが大きいと。まあ、雇用の流動化等もありますが、やはりですね、地元を離れてしまうということはありますよね、転勤とかでね。そうなってくるとですね、やはりですね、まあ、仮に血縁家族がいたとしても、ね、そこに、その、とか、その地域社会とかに馴染めたりしない可能性があるっていうのもね、血縁家族もそこまで行けないっていう可能性もあるしね、まあ、そういったところも問題でしょうね。これまで高齢者の生活保障はコミュニティ家族、地域、職域、とりわけ家族を前提に制度が組み立てられていたが、身寄りのない高齢者をはじめとする単身者では対応ができないと、個人をも、
前提に制度を組み立てる方向へと舵を切ったと捉えることができる。身寄りのない高齢者の見守りケア、保証人、葬儀等、生前から死後までは誰が担当して、またどのように行うか等の洗い出しを行い、単身者社会における新たな公的システムの構築に向けた検討取り組みが行われることを期待したいと。でですね、単身世帯のうちのね、35% はですね、なんとですね、高齢者の一人暮らしであると。若いね、独身者がね、一人暮らししているというイメージはあるんですが、本当は単身世帯のうちの 35% は高齢者の一人暮らし。現在ですね、2020年段階でですね。これが2050年ではですね、47% になるんで、一人暮らししてるんだっていう人の半分が約高齢者と、一人暮らししてるんだっていう人の約半分がですね、高齢者になると。まあ、それは、そういった半分の人が高齢者になるんだったらね、凄まじいですね、需要が生まれてきますよね、そこにね。そうするとですね、またそこにお金をかけるということでですね、まあ、新たなですね、仕事が生まれてくると。こんなことは言いたくないですが、そうなってくるとですね、まあ、ここにお金を払う仕組みができたらですね、もう永遠にですね、お金がね、そこで仕事をして永遠にね、仕事が作り続けられるっていうところはありますよね、実際ね。だから食いっぱぐれがなくなるよね、この仕事をやってる限りはですね。需要も多いしね。まあそういったようなですね、まあ、流れも見えるのかなという気もしますがね。で、ね、保証人とかがいないと入院とかができないとかになってくると、そういったのが確保できない人とかになるとね、非常に苦しいので、まあこういったところにね、なんていうのかな、公的な支援が入るんだったら、まあ非常にそれはね、いいことなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ私は、まあこの辺のことは詳しくないので、まあこれが本当にね、いいことかどうかっていうのは、なかなかこの記事だけでは判断できないんですが、まあ、少なくともですね、身寄りのない、老後の、生活をですね、国がですね、真剣に支援することを検討しだしているというですね、発表をされていることを、理解していくのはいいことなんじゃないかなというふうに是ますね。でそれを是とするか非とするかというところは個人が考えていってですね、どう対応していくかっていうのをね、検討していくっていうのは必要なことなんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりその地域の連携とかですね、社会の連携っていうのがですね、今とんでもなくなくなってきてるし、やっぱり高齢者と若者の世帯の分断っていうのがね、さらに起こっている状況なので、ここでね、地域社会とのつながりを、まあ、なんて言っても、そもそもがちょっと分断状態になってるんで、なかなかこういうのをですね、話し合うとかっていうこともね、できない社会になってますよね。もう置き去りになってるっていうのは正直あると思うんで、まあだから国がやろうっていう話になってきちゃってるっていうところもありますよね。だからもっと地域社会と、社会生活にですね、仕事が、まあ、終わった後も関われるような仕組みとか社会になっていると、まあこういったこともですね、うまく回っていく可能性もありますよね。とはいえでもまあ、遺産の整理とか遺品の整理とかってそこまで手がつけられるかというと一般人がね、ちょっとそこは難しいのかもしれないですね、いくらなんでもね。まあやっぱそこは行政のやる仕事になってくるのかなとか思ったりもしますが、まあそこら辺はですね、今後要検討していくというような流れだそうです。はい。でですね、もう一個ですね、ちょっとお伝えしたい流れもあるんですが、まあ、ゲームってね、歴史ゲームってあるじゃないですか。歴史ゲームって、まあ、現実の歴史に即したね、歴史の流れにすればいいのに、でも本当の歴史じゃないですね、登場人物が出てきたりとかですね、ちょっと違うですね、ストーリーにしたりとかするじゃないですか。じゃこれはなんでなんだっていうことをですね、述べてらっしゃる方がいらっしゃるので、今度はちょっとそれをご紹介したいと思います。さあ、歴史を扱ったゲームをプレイしていて、本物の歴史と違うと思ったことはありませんかと。まあ、一口の歴史ゲームといってもですね、ジャンルは様々でですね、信長の野望とかね、歴史そのものをテーマにしたゲームもあれば、ね、私もよくプレイさせていただいているアサシンクリードですね。
そしてゴースト・オブ・ツシマ、これもプレイさせていただいたらどちらもいい作品ですね。歴史上のね、一時代を舞台にしたゲームもあると。しかしどのゲームでもね、史実と異なるね、架空設定が使われていたり、本来存在するはずのない人物がいなかった、本来存在するはずの人物がいなかったりと、歴史ゲームなのに歴史通りじゃないと感じる場面は少なくないと。ではなぜですね、歴史通りになっていないかというと、実はこれにはね、様々な理由があってですね、この作者の方はですね、中世の日本をですね、舞台にしたですね、モッドというですね、改造するプログラムみたいなのがあるんですが、それのね、開発に携わってるらしいんですが、その過程でですね、ゲームをね、歴史通りに表現する難しさを痛感していらっしゃっていると。どういうことかというと、その方がね、開発に携わっていらっしゃるのが、ストラテジーゲームというゲームでですね、クルセイダーキングス3というですね、ゲームがあるんですが、これは多分ね、プレイステーションには移植されてないんじゃないかな。Xbox だったらあるかもしれないですけど、もしくは、PC がね、元々のゲームなんで、結構面白そうなゲームなんですよね。それのモッドというのを開発していらっしゃって、オリジナルのゲームはですね、中世ヨーロッパを舞台にですね、結婚、暗殺、戦争などを駆使して一族のね、繁栄を目指すという内容らしいですが、このモッドですがですね、モッドではですね、その舞台をですね、丸ごと中世の日本に置き換えてしまっていると。中世日本モッドのですね、ショーグネイトというですね、モッドを作ってらっしゃるみたいなんですが、そのね、詳しい情報がね、どうしてもわからない、歴史ゲームですね、そういったところを作ろうとしてですね、最初にぶつかるのが、当時のね、詳しい情報がね、どうしてもね、わからないという問題らしいですね。そりゃそうですよね。個人で制作するとしたらさ、とんでもね、博識の人じゃないとさ、作れないよ、正直。その歴史ゲームね、だからチームでやるんだったらね、なんとかできると思いますけど、その時の例えばさ、その当時のね、調度品であったりとか、ご飯であったりとかね、結婚制度であったりとかですね、服装であったりとかですね、あるいは言葉遣いであったりとか、ね、あるいは何が、OK とされてて、何が悪いとされてるとかでね、あと病気は何が流行ってたとかね、なんかいろんなことがね、わからないじゃないですか。それ個人で全部把握してれば、ね、それ歴史っぽく再現できるかもしれないですけど、そんなことは絶対ありえないんで、できないんで、だからどうしてもですね、架空の設定に頼らざるを得なくなると。筆者が携わるマップでは、モッドではマップ上に当時の支配者を設定しようとしたところでですね、この問題に直面したらしくて、大小様々な勢力が全国に割拠した戦国時代だけを扱うならある地域にどんな支配者がいたのかっていうのはですね、わからないということはね、特にはないらしいんですが、モッドではですね、このモッドではね、平安時代末期から江戸時代初頭までを扱っており、北は千島列島から南は南西諸島までマップに含まれている、ため、無視できないほど広い範囲で、支配者の情報が一切見つからないこともあったと。時代的にもね、全部の時代に関する支配者を考えて、ね、ってなってくるとちょっと無理だよね、これね。例えば14世紀以前の江戸地、北海道に住んでいた歴史上の人物はどんなに探しても具体的な情報がありませんでした。このような時、モッドの開発チームは情報がないから仕方ないと制作そのものを諦めるのではなく、歴史通りでなくなるのを承知の上でゲームを設立させるために架空のキャラクターを設定することを選ぶと。そうするとですね、神話やね、伝承、江戸時代以前の文芸作品に登場する人物を利用することもあったりしたと。例えばですね、源平合戦を題材にしたシナリオに登場する江戸地の首長の名前は、源義経が自害せずに北へ逃げ延びたとする義経北行伝説や、それを題材にした江戸時代の作品の登場人物から取ったりしていると。同じような事例でですね、歴史にはですね、実在したにもかかわらず後世に名前が伝わってない人々も存在していると。例えば戦国大名同士の政略結婚に登場するほどの女性であっても、通称やですね、改名しか伝わっていない場合もあるらしいですね。通称さえ分からず、便宜上誰々の娘としか呼べない場合もあったりすると。その一例がね、将軍足利義晴の娘らしいですね。この女性はですね、織田信長に追放された室町幕府最後の将軍足利義昭の、いとこ姉妹いとこちょっとわかんないな。にあたる人物で、戦国大名のですね、三好義継に、嫁いだそうです。父親もですね、夫もですね、相当に地位の高い人物でしたが、後世にはですね、通称さえも伝わっていないと。
まあ、女性のキャラクターはやっぱり名前が残ってないっていう、人もいるんでしょうね。元の開発チームは十分な情報がないという、ね、理由でこうした女性の存在を省略しようとは考えなかったらしくて、私立の、ね、同盟関係を再現するには政略結婚に関わった女性が、ね、どうしても必要だという理由もありますが、何より当時の女性の役割を軽視したくなかったので、軽視したくなかったのですと。そのため先ほど同様に歴史通りではないことを承知の上で架空の名前を設定してゲームに登場させたらしいですね。で、まあ、架空の名前を決める際には当時広く使われていた父親の名前から1文字取るという方法をね、採用した場合もあれば自由に命名した場合もあると。で、このように歴史ゲームを作る際には詳しい情報が不足している部分を架空の設定で補うことが必要になる。架空の設定ですから歴史通りでないのは仕方ありませんが、それでもなるべく歴史らしさを損なわないように開発者はそれぞれ工夫を凝らしていると。そしてですね、まあ、複数の説がですね、存在するというパターンもね、あるそうで、まあ、例えばですね、複数の説が存在するというパターンはですね、まあ、専門家でも意見が分かれている歴史上の事柄がですね、数多くあるんですが、複数の説の中から一つをですね、どうしてもね、選ばれなくてはいけないと。まあ、それで歴史通りとはいかないというふうにね、思われることもあると。まあ、信長さんとですね、家康さんの一族をですね、モットの中でどのように表現しているかを紹介しますと。織田氏はですね、平家の末裔、徳川氏は清和源氏の末裔を自称しておりですね、それを伝える家系図が後世に伝承されています。一方、織田氏や徳川氏は歴史的な研究の数も多く、様々な資料から伝承とは異なる本来の家系図を復元する試みが行われてきたと。つまり、織田氏や徳川氏の家系図は伝承された家系図の他に複数の復元された家系図があり、歴史ゲームを作る際にはこの中から一つ選ばなければならないのです。このモッドでは後世に伝承された家系図ではなく歴史的な交渉から復元された家系図の一つを採用しました。いずれの一族も14世紀の人物までしか辿れないように設定されていて、平家や源氏につながるようにはなっていませんと。まあ、あのね、箔がつくからね、平氏や源氏の子孫だっていうふうにね、言ってたっていうことはね、結構ね、よく言われてますよね。まあ、征夷大将軍の流れがそもそも平氏や源氏とかそういったところにあったからとかいう話も聞いたことがありますが、ゲームとしての面白さを優先するなら伝承された家系図をそのまま採用する方法もありました。織田氏や徳川氏の祖先を遡って平家や源氏にたどり着いたプレイヤーは感動するでしょう。しかしその方法はあえて採用しませんでした。モッドの開発者としては歴史通りである可能性ができるだけ高い情報を選びたかったからです。一方、織田氏や徳川氏が平家や源氏の末裔だと考えているプレイヤーにとってはこの設定は歴史通りでないように思えるかもしれませんと。まあ、本来の歴史としては、まあ、平氏や源氏の子孫ではなかったっていうのがね、まあ、本来の歴史のですね、交渉に当たるんでしょうが、ただそれだとですね、後々ですね、何かの、将軍とかの位を得るときにですね、それがね、あだとなってしまうので、やっぱり、源氏の子孫だとか、平氏の子孫だとかって言っとかないとね、っていうところは当時の時代はあったっぽいんでね、時代背景ですね。このように歴史ゲームを作る際には、要所要所で複数の説から一つを選ばなければならない場面に遭遇してしまうと。で、開発者はできるだけ歴史通りに近い方を選んでいるつもりでも、プレイヤーがそう感じるとは限らないと。歴史通りはつまらないというね、場合もね、かえってあることもあると。歴史通りということは最初から結果が分かっていると同じですから、ストーリー展開の先が読めてしまったり、プレイヤーの取れる戦略の幅が狭くなったりするためです。例えばゲームの織田信長が桶狭間の戦いに必ず勝利し、本能寺の変で必ず死ぬと決まっていたら、それがどんなに歴史通りだとしてもプレイヤーの感度は薄れるでしょう。たとえ大筋の歴史は変えられないとしても、意外な展開を用意したり、逆転の可能性を残したりと、歴史そのままの流れにしない工夫が必要になりますと。まあ、筆者がですね、モッドを開発する上でね、遭遇した少し変わった例を紹介しますと。このモッドではですね、歴史上の人物を多数設定していますが、その設定の細かさが逆にバランスを悪化させる原因になったことがあると。同盟を結ぶためには親族間の結婚が必要というルールがあってですね、つまり親族に、未婚の男女が多いほど同盟が結びやすくなって外交上有利になるルールです。ところがモッドの開発チームが歴史上の人物を次々に追加していった結果、いつの間にかゲームバランスに影響を与えるほど多くの親族を持つ人物が生まれてしまったと。親族は原則として歴史通りに追加していったのですが、人物によって親族の情報量に違いがあったため、人数にばらつきが出てしまったと。
織田信長や徳川家康のように後世に詳細な記録が残っている人物や多くの研究が行われている人物は追加された親族の数も多く、他の人物と比べてゲームで圧倒的に有利になってきました。まあそうだよね。その有名な人の周りにはね、親族っていうのが記録上いっぱい残ってたから追加していってしまうと、まあ、やっぱり結局そこの勢力が政略結婚のですね、結びやすいキャラクターが増えてしまって結局強くなるっちゃうじゃんっていうね。まあこの経験を通じてですね、作者はですね、分かっている限りの歴史をそのまま再現することは必ずしもゲームを面白くするとは限らないと。他の歴史ゲームでもゲームバランスの理由からあえて歴史通りの人物を全て登場させない場合があるのかもしれないと。つまり歴史ゲームが必ずしも歴史通りになっていないという背景にはこのようにね、様々な理由があるということでですね。だから演出上の理由でですね、あえて歴史とは異なる設定を採用している場合やゲーム上して成立させるためにやむを得ず歴史を簡略化している場合もあったりすると。いずれにせよその背後には歴史ゲーム開発者の見えない戦いが隠れているのですということですね。だから歴史ゲームをプレイしていてですね、なんかちょっと歴史と違うじゃんみたいなね、そういう、フラストレーションだとか、そういう違和感とか覚えたりするかもしれないですけど、まあゲームとしてやるときにですね、100% やっぱり歴史通りに採用してしまうっていうのは、ゲームとしての面白さを損ねる可能性もあるし、またですね、まあゲームとしてのバランスをね、書いてしまうというようなね、可能性もあったりするので、そこら辺はね、難しい、バランス調整が行われて、信長の野望とかね、アンナがね、出てるんでしょうね。いや、だからすごくね、勉強になりますね。これ作る、やる側はさ、なんかその、文句だけ言ってりゃいいかもしれないですけど、作る側は大変ですよね、歴史ゲームに関してはね。だから、普通の RPG とかだったらさ、別にさ、そんなの考えずにさ、自分たちで後から設定つけていけばいいわけでね、やりやすい部分があるんですけど、歴史ゲームとかだとね、その、ある程度プロットは決まってるから、元々のプロットがね、で、その中で、どれを採用して、どれを採用しないか、とか、ね、そういったのをバランス考えてやっていかないと、ゲームとしても成立しないし、でも、極端に変えすぎると、ユーザーから怒られるし、みたいなね、非常に際どい、なんていうかな、ラインをね、設定しながら作ってらっしゃるんだな、っていうことが分かりました。はい、ということでですね、今回は3つね、情報をお伝えさせていただきました。皆さんのですね、お役に立てればね、いいのかなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。